こんにちは、和光実です。前回の動画のご視聴、コメント、いいね、ありがとうございます。嬉しかったので、また火の玉マリオくんをクッパちゃんのとこまで連れて行くよ。あとちょっと訪れしていたので、編集ソフト側で合わせてみた。初めて使ってみたけれど、うまくいくのかな。訪れしている原因はバススリューをやっていなくてね。小さなテレビとか欲しいなってつぶやいてる。とっても欲しい。はい、さすがのマリオくんもここは楽勝だね。やった、花火のご褒美が上がったよ。はい、1の2に突入。あ、かっこよく踏んで倒したかったけどスルーしちゃった。ここはスターを取って駆け抜けようかな。ここのマリオくんかっこいい。ノーダメージを目標にしていくから、ワンアップはスルーで、コインもスルーで、コイン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 ってやるのが楽しいけどね。ワープ土管で4の1へ行くよ。まっすぐ走るのに飽きてちょっと遊んじゃったけれど、ゴール。残念、ご褒美の花火くんなしだった。ここは落とし穴があるから慎重にっと。よし、ふふ。あ、惜しい。タイミングが合うと釣りだけ出せるんだよね。前回何か違うかもって言ったのはこれでした。アップな、実はここで失敗しちゃった。はい、到着。ここからはコインを拾いつつワープ土管へ向かっていくよ。全部拾えなかった。それじゃあ8の1へワープします。ここからは丁寧に火の玉をぶつけながら進んでいくよ。まあこの黒い子たちは火の玉は効かないんだけどね。丁寧にフラワーくんを処理してった。コインもなんとなく拾っていくよ。コインコイン。先制攻撃。よし。あの子はなかなか当たらないや。くっ。また外しちゃった。練習ではちゃんと1回でスターくんを取っていたのに。でも前回みたいに逃げられなかったからいいか。スターくんで駆け抜けるのとっても楽しい。よし、あそこはたまにジャンプ失敗しちゃうんだよね。ジャンプしすぎちゃった。それでは8の2へ突撃。ここも敵を丁寧に処理してと。ちょっと危なかった。ちょっと君邪魔。ここはどんどん駆け抜けていくよ。ここからは大砲くんが乱れ打ちしてくるから、慌てず丁寧にと。今おかしなジャンプになっちゃったね。よし、ここは安全に土管の中に入っていこう。あそこにいたパタパタくんたちの配置がちょっと苦手。土管を通るとパタパタくんたちもいなくなるからね。大砲くんとパタパタくんのタイミングが
よし。無事に 8-2 までクリアできた。ここまで来ればあとは大丈夫かな。ダッシュしつつ安全に敵を排除していこう。あ、外しちゃった。よし。今度は手早く敵を排除できたね。フラワー君にも退場願いまして。投げられたハンマーの動きには気をつけて、と。ちょっと危なかった。ここは踏み外さないように丁寧にジャンプして、と。よし。はい、やっと来ました最終ステージ。この調子で火の玉マリオくんでクッパちゃんのところまで行こう。あ、よかった。うまく飛び移れて安心した。土管に出た時に火の玉を投げると、スイって行くんだからここじゃなくてもやれるんだっけ？次は海のステージだったっけ？あ、ここか。飛んでくる魚に当たらないように走り抜けよう。マリオくんの頭、タンポポだらけになっちゃう。泳いでいる時のマリオくん、お腹がぽっこり出ていて可愛いね。はい、到着。今回は倍速でごまかさずにクッパちゃんのところまで来れました。お疲れ。火の玉マリオくん強い。はい、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。担当は AI ボイスの和光みのりでした。バイバイ。